玄気期頃の摂津国の投稿。二代金、江森忠綱。新刀上上作にしている技物。詩は、浅石で、通称は、万太夫と伝わる。人さを子は、豪で、宝久し、玄徳頃の刀身彫りが施されている作の銘に、主に使われている。沼田時下伝来の千鳥十文字槍に、豪商圏、忠綱名のものを見る。 鎌倉時代の刀工である慶の族、田口国綱の末裔を名乗り、父である忠田田綱が大阪へ移住。初代忠綱は、大見守るを受領。弟子に、長綱がいる。二代忠綱も、父と同じく、大見守るを受領する。よって、不死で、淡田口、金江森忠綱を国名する。初代の晩年作には二代と、名振りが似ているものもあり、二代の手が加わっているものと、 考えられている。初代と二代の名の主な違いは、栗と綱にあり、西と糸が異なる。二代の初期には、初代と似た作風である足長長寿を焼き、元禄頃から津田江知前守助宏に脂宿した、東蘭乱,乱れや、逃げに追い深い井上深海風の自家人を焼き、地震掘りを見る。東神堀には、従来から、ある玄関流だけでなく、 梅めくりからや恋の滝登り、と原玄禄の花を感じさせる、濃密な彫りのある作品が多い。彫り物がある場合は、必ず茎に堀、彫り動作、彫り物動作等と点名を切る。ありがとうございます。